逃がすな。シモンズ。エイダウォン、久しぶりだな。そうでもないわ。あなた相変わらず手の込んだ真似をするわね。性分でね。それに電話なんかじゃあまりによそよそしいだろう。用件は何？実は君に関する貴重な情報を手に入れた。君の将来に関わる情報だ。知りたいかね？全く興味ない。あなたの企みが知りたいだけよ。だったら先に進みたまえ。知っての通りレベル4のセキュリティは証文認証だが、君は問題なくパスできる。証文を手に入れたの？確かに貴重な情報ね。手に入れたのは証文だけじゃないがね。まあいい、健闘を祈る。いいわよシモンズ、お手並み拝見と行こうじゃない。大歓迎の準備をしてくれてるみたいね。でも付き合ってる人は。あいつらが噂に聞いた新種ね。非常ベルだわ。
相変わらず趣味が悪いわね、シモンズ。開かない。どうやら一仕事必要みたいね。何か邪魔してる。ちょっと手こずったわ。撃つ相手を間違えてるんじゃないかしら。乗組員にはとんだ災難ね。証文認証完了。ロックを解除します。証文の他にも盗まれたものがありそう。親愛なるエイダを言え。ジェイク・ミューラーの生存をイドニア共和国にて確認した。彼の体に C ウイルスに対する抗体があるか否かを再度確認せよ。何者にもワクチンを作らせてはならない。ジェイクの捕獲はシェリー・バーキンに指示した。彼女とジェイクの国外脱出を補佐せよ。以上だ。日付は半年前。おかしいわ。そんな命令覚えてない。誰かが変わってくれたのかしら。私が来るのを待ってたよね。ごめんなさい、坊やたち。あなたたちと遊んだ暇はないのよ。